まずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ分かってる。伝説の極道様が逃げるのか？俺たちから逃げらんねえぞ。
いたぞ！上流を逃がすな！今ので倒れてくれると楽だったんだが。いい加減諦めたらどうだ。やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。
俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。なんだそりゃ、知ったことかよ。そうだな、お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんならこっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。バカなやつだよ、お前は。